コンピューターが理解できるような形でデータを公開するないと困るということです。公開するって言ってもですね、紙に書かれてるデータなんかで公開されたんじゃですね、そんなものが何万ページも出てきて誰が読むんだってことになってしまいます。でしかもですね、それをコンピューターに入れた時に紙をそのまんまの形でイメージで入れるとなると、これ PDF ですけど、これもダメです。そういう形でコンピューターに入っているものはオープンデータって普通は言いません。